どうもこんにちはコウジですということで本日も早速やっていきたいと思います、えー、今日はですねあの実は宮中祭祀の一つとして伊勢神宮で今日ね祭祀が行われてるんですねあのカンナ祭というものなんですけれどもあの発放とされるですねまあ今年ね収穫された穀物ですね これをですね天照大神にこう捧げるっていう感謝祭みたいなね感じでやってるんですけどもこれをですね今回行っている「ンナメ祭」というものがやっていますでこのンナメ祭が終わるとですね次に「新奈祭」っていうねものがありますで新奈祭っていうのは、えー、実際にですねその穀物をですね実際に、えー、天皇陛下が食すっていうねことになるんですねでなんでえー 神なめ祭っていう言葉になってるかっていうと山田言葉で言うとね「神なめ祭」っていうね読めるわけですね「神なめ祭」りというふうに読めるんですけどもこの「神」というのはですね「噛む」という言葉のね教えがありますいわゆる言葉を発するってことですね噛んで言葉として発することによってまず感謝をするとで次に「ニイナメ祭」っていうのはですね「ニイナメ」っていうのはね「新しい」っていう感じにですね なめ、まあ、という字を使うわけなんですけども、まあ、大和言葉に変換すると新しいっていうのは新たと読むんですけども新たなめ新たなめ祭りまあ新たなめをですね実際にこう食すっていうねことになってくるわけですね。まあ、つまり噛んで言葉としてですね収穫をまず祝うとでそれで祝ってからですね実際に、えー、取れた穀物を 新名目としてですね新たな目としてその目をですね食すっていうこの流れになってるわけですねまあちょっとこれはですねあのちょっと余談だったんですけどもまあいわゆる今日は伊勢神宮においてそのような神名祭という祭祀が行われているとで今日のテーマはですねこの祭祀にあたるですねいわゆる祭りこの祭りって一体何なのかっていうねこのテーマでお話をしていきたいと思います あの実はですねこの「祭り」っていう言葉自体は火月神事にもかなり多く登場すするんですね例えば「火月の巻」第9条ですね「祭りとはまつわることで祭り合わすことだぞ」「祭り合わす」とは草は草として木は木としてそれぞれの祭り合わせぞ草も木も同じ祭り合わせではないのだぞ。 といいうううふににねこのように記述されています他にもですねたくさんあるんですけどもまあ一個一個をですねしっかりとこの言霊の解釈でまず、えー、展開していく必要があると。で、えー、まずですね祭りの「間というのはですね感情それから世界自分の感情の世界ですね感覚の世界が全て現れてくる言霊「あ」の次元ですね。このあの世界に対して であるる m が結ばれているそれで「封印と「母音がくっついて「まというふうになりますそもそもこの「封印の「M」という力は旋回力というふうに言霊ではですね解釈されておりますでこの「旋回」というのはですね「封印というのが全部で8個あるんですがこの8個がですね「陰」「陽」えっ、ー、と2組ワンペアになってるんですね シリヒニっていう2組ワンペアで合計4つになってるわけですねでこのうちのですね「木」と「実」の両面が陰陽で存在してるんですが「木」に対して「実」というものがですねいわゆるその実相が旋回してきていわゆる「木」という気配が形に見えて「実」となるっていうこういう感じなんですよまあこれはあくまで「比喩表現」なんで あの,四月の指みたいな話なんですけども気配としてその後にですねこの気配っていうのが形になって見えてくることを木とでで表してるわけですねその形と自分の間気配がですね自分のこう目をつぶって例えば気配みたいなものをですねこう感じて何かここにあるなと思った時に、まあ、例えば何でもいいですけど物をこを浮かべますね。 今回だったら神メサイなんで、えー、こう五穀豊穣として五穀豊穣を祝うってことで五穀豊穣をまず意識しますよねそしたらこの五穀豊穣と自分というこの間の中の空間これを間と言います対象物っていうものがですね定まってくると自分とその対象物五穀豊穣だったら五穀豊穣という対象物の間これが空間として存在することになってその空間こそ間というわけですねこれをですねいわゆるまだ 現象としては起こっていない状態気配の空間とお、まあ、言ってもいいかなと思うんですけどもこの気配の空間とか、えー、例えばですけれどもえっ、ー、とあなたは何々したいんですよねって言われた時に皆さんですねまあそうですねとか言うじゃないですかで最初のこのまあっていう時のまあですねこの時の最初のまあっていうのはですね 自分とその自分が置いているその対象物に対しての空間を旋回させてきた時に出る言葉なんですね例えばですけどもえ他にもですね「またお前かよ」とかね「またこれか」っていうこう,こういう時にもですね最初に「ま」っていう言葉が出るんですけども、まあ、この時に使ってる「ま」っていうのはですねその対象物が自分のその空間認識している空間の対象物になった時に「またか」っていうふうになるわけですね。つまり 自分の認識しているこの空間の範囲が定まっているとき、これが自分が想像している空間のこと、これを間と言います。まあ何かやりたいことが明確なときなどが、いわゆる間が確定しているって言えるときなんですね。つまり今回のこの神奈目祭においては、五穀豊穣を感謝として祝うってことは、五穀豊穣というもの、ここをですね、明確に自分と 五北条という結果論結果ですね結果の客体ですねここを結んでいる空間これが間というふうになります続いてですね祭りの「つ」ですね「つ」を解釈していくと封印「t」に対して動的な意味合いを持っている母音「う」が結ばれて「つ」となりますで封印の「t」というのはですね心の世界をそのまま表に表というのは現実ですね 現実に飛び出た溶出力と言われています。あの、陰陽のように出るって書いて溶出力と言われています。まあ、つまり自分が今日これをするというその間が確定した時にそれをそのまま現実に表して動くっていう力を表したものがつというふうになるわけですね。続いて祭りのりですね。 理というのは孵因 R に対して母音の「イが結びついて「り」となります孵因の「r」というのは展開力を示していますまあラリルレロっていうこの「ら行」はですね展開力と言われてるんですね、まあ、渦で表現するとどこまでも広がって展開していくっていうこの力道ですねでこれと対になっているのが「死なんですね 死と理で表されるんですが死はですね収束するっていうこの渦が収まっていくっていう力道なんですけども反対にこの理というのは展開してって広がっていくっていうことなんですね、まあ、つまりこの展開力が備わって母音の「意と結びついているで母音の「意というのは何回もやってきてますがあ今この瞬間とかですね、えー、あとはですねあらかじめ決まった目標に対してそこに至らせるよという力を持っています まあ至らせるっていう力なんですね意というのはまあ展開に至らせるよということになってますえつまりですねここでまず祭りの意味がね言霊的な解釈としては出てきました自分が認識している創造空間五穀豊穣っていうねこの間に対してそのまま溶出して執着点に至るために展開をしていくよというこういう意味が出てきますえそしてですね祭り合わす この合わすというのはですね、あというのは自分、主体を表して、和というのは客体を表しています。主体と客体、そしてすというのはそこに動きを収束させるという意味があります。つまり創造、想像の五穀豊穣という想像の完成が和であって、その想像の発起点が自分というあであると、この二つの空間を和と言ってるわけですね。 そしてこの間をですね現実に「つ」として溶出していって実際に動いて展開させて収束させるよとこれが「祭り合わす」ということのね言葉の全ての意味になってきます、えー、よくですね見かける、えー、街中でね「なんとか祭り」ってやってますよねでこの「祭り」という意味はこのことをまず根底に置いた上で「マナの箱に入った契約の箱をですね 無事にその客体の完成体である輪に運ぶためのシャドウ練習みたいなものをやってるわけですよシャドウではないですけどね実際にそのものを動かしたりあみこしを担いだりしてるんでシャドウではないんですけどもそれをですね、あのー、体感してる体得してるっていうような感じなんですよ祭りっていうのはそれをですね大人数でそれを掲げる時にみんなで意思を一つにしますよね意思を一つにして一心同体となってその契約の箱をですね一丸となって運ぶんですよ そうすることによって協力調和これをですねみんなで体感するっていうことになるんですねでみんなで一つの目標に対して五穀豊穣だったら五穀豊穣という意思に沿ってその契約の箱をですね持って輪に運んでいくっていうそれをですね体現してるんですよでこのマナの箱の「マナ」というのはですねまあ完成された創造物につけられる名前なんですね、まあ、大和言葉のことなんですよ まあつまりそのえっと五穀豊穣だったら五穀豊穣っていうのがマナーになってるわけですねでこの五穀豊穣を石に掲げてそのマナーの中にこう箱として入れますよねで箱というのは運ぶという意味合いもありますしそもそも箱とは言葉の「は」と書いて「子どもの「子と書いて箱なんですねいわゆる言葉にして釣り合わせて実際の行動として行っていくよとそれをですね叶える方法論として そこを体現してるわけですねでこの「叶える」っていうものはですね「神の名を得る」と書いて「叶える」ということなんですね。でここにですね掛け声が関わってくるわけですよ。例えば「わっしょいわっしょい」とかね「ソイヤソイヤとかね「どっこいどっこい」「よいやさよいやさ」って言うんですけどもこれもですねあのちゃんと明確な言霊の,あの力道がちゃんと備わってるわけなんですね。 わっしょいというのはあの、まあ、ちっちゃいね「ねつ」とか「よ」とか入ってきますけどこれをまあでっかく、ね、変換して「わ」「つ」「し」「よい」っていうのはですね和を収束点として浸透させるためにそこに至らせるよとこういう力道が働いてますで次にそいやです、ね「ソイヤ」「ソイヤ」「ソイヤ」これはですね物事を収束させる経験ですねこれを「そと言います 祖に至らせて八方、えー、に至らせるよと八方に広げさせるよと浸透させるよっていうことなんですねまあこれで思い浮かぶものっていうのはいやさかってことなんです、ね、いやさか,いやさかソイヤっていうのはこの経験を収束させるために、えー、いやさか八方に至らせるよということを言っていますでドッコイっていうのはですね まあドというのは濁点がついてますけれどもこれは「と」ですね「と」というのは「十」と書いて「と」と読みます「十」の順序を完成させて子を得るために至らせる「どっこい」なんですねそしてヨイヤサ「よいやさ」「よいやさ」「よいやさ」って言うんですけども「よいやさ」というのはですね「世の中の「よ」と書いて「いやさか」と書いて「よいやさ」なんですねまあこれをですね掛け声としてやることによってまナの箱がですね 叶叶うたためめに、にえるためにそれをですね、体現して洋室、さっきの言った「つ」ですね「つ」として実際に動いてやっていくよってことをです、ね、ここで「感謝祭」として「祭り」として合わせてるわけですね祭り合わせをですね実感していくんですよ。現在の人間はあのこの掛け声の意味ももちろんその意志もみこしの意味も全部ね 忘れてててしままっっいいるるうののが今日に至るまでの現実なんですねだけど、えー、この全部をですねちゃんと意識しながら実際に関わる人たちで祭り合わすことができればもっとですね一丸となって叶えることができるわけですね。で叶えるっていうのはさっきも言いましたけど神の名を得るっていうことなんですね五穀豊穣っていうものの実際の五穀豊穣の穀物ができた時にその穀物につけられる名前ですね。 ここれが叶を得るとということなんですねでこの「叶える」というのはちゃんとあの普通の字を書いてですね「口に十と書いて「叶える」と書いてます漢字ではね「口に十。この「口に十というのは「あたかまはらなやさは」というね天津太則と恩図の「つかの剣」って言うんですけどねこの十神法としてあの十個のこの順序をですね明確に天陽の判断力を持ってね 実際に行っていくこの判断力のことを「十日の剣」と言いますがこの十の配列の順序を持って一個一個を祭り合わせて順序を体感していくと叶いますよってことなんですよ口にしてこの十を叶えていくっていうこれが真の祭りであるとで実際にかなうことですねこれを「と真実」というふうになるわけですね「まこと」になるわけですね ということでですね本日は「祭り合わす」っていうねそのものの意味をですね言霊で解釈しましたこれをですねあの本当に今日のですね実際の神奈目祭とか新奈目祭とかですね、まあ、あらゆる他の祭りというねものに、えー、当てはめてですね、まあ、皆さんもね実際に意識してもらったりだとか自分がやりたいこととか目標とかをですねちゃんと自分一人でもね祭り上げてやっていくってことが、まあ、火付き神事にもね 書かれてるわけですよそれが大事なんだぞと、祭り合わすことが大事なんだぞというところをですね意識しながら、えー、祭りとは何なのかっていうねところを再認識していただけると嬉しいかなと思います。ということで本日は以上になります。えー、ご視聴ありがとうございました。